マダラタルミは、スズキメ、フエダイカに分類される魚の一種。インド太平洋熱帯域のサンゴ礁に生息する肉食魚で、幼魚の体色が白黒に色分けされる。分布域に入る沖縄では、稲クとも呼ばれる。マダラタルミ属マクラーは、本種とホホスジタルミエムマキアラリスの2種だけで構成される。生魚は、全長50センチメートルほど。 頭部の輪郭は丸く、他の笛大ギ魚類のような糞は発達しない。目と口が大きく、口は頭部の下面にあって、絵のあざ口になる。幼魚は太い黒の下眼線があり、黒い背中には白の反転、体側に白の縦帯が走り、体が白黒に色分けされる。生魚ではこの色分けがなくなり、体色は一様に黒海色になる。 マダラタルミの幼魚アミのマダラは幼魚器の退色に由来し、タルミは旋回性フエダイ類の別名である。英名ブラックホワイトスナッパーも黒と白のフエダイで、やはり養魚器の退色に由来する。また、学名の俗名マクラーもブチを意味する、ラテン語マキアラに由来する。アフリカ東岸、南日本、オーストラリアまでインド太平洋の熱帯海域に広く分布する。 日本では南西諸島以南に分布している。浅い海の岩礁、珊瑚礁域に生息する。幼魚は単独生活をするが、生魚は大きな群れを作ることが多い。食生は肉食性で、小魚や甲殻類など小動物を捕食する。ありがとうございます。